この技消えないかな。毎日毎日鏡の前でそう願っているけど、一向に消えないこの顔の大きなあざ。生まれつきあるこのあざのせいでからかわれることが多かったが、中学に入るとひどいいじめへと変貌していった。最初は陰口、そのうち罵倒されるようになり、そして足を引っ掛けられたり小突かれたり、身体的な暴力にまで発展した。そして今では校舎の裏に呼び出されてはお金を取られたりもする。誰かにチクったらもっとひどい目に遭わせるからねと脅されていたし、いじめの主犯格のリエは学年でも1、2を争うほどの美少女で、その容姿を生かし良い子を演じている。まさかこんな美少女が裏で悪質ないじめをしているとは誰も思わない。毎日が地獄そのものだった。そんな私の唯一の安らぎとなっているのが図書館。このあざのせいで人と接するのが嫌いだった私は、小さな頃から本の世界に没頭した。本の中でならいろんな自分になれるからだ。しかし学校の図書館ではリエとその取り巻きの女子に見つかってしまう。私は隣町の大きな図書館にまで足を運び本を読み漁っていた。ふう、読んでいた本を読み切り大きく息を吐いた。次はちょっと違うジャンルでも見てみようか。ふと図書館内を見渡すと、なぜか占い、運勢というタグがついている一角が目に入った。私の未来なんてたかが知れてるけど、それでもなんとなく気になってその本棚に近づいた。今思うと大きな図書館の一番隅っこの薄暗い本棚、今まで気づきもしなかったその一角がなぜ急に気になったのかわからない。本棚を見回す。あまり近づく人もいない場所なのか、カビ臭いし神器臭い。ふとその中の一冊がぼーっと浮かび上がるように目に入った。手に取ってみる。呪詛の本？それは古い呪詛の本だった。私は何かに取り憑かれたようにページをめくった。あった！私が見たのは憎い人を殺す方法というページだった。私はどうかしていた。相当病んでいたのだと思う。出口のない地獄から抜け出したい一心で、その憎い人を呪い殺す方法をやることを決心した。やり方は簡単だった。意外と誰でもできる。でも教えることはできない。呪いは本物だったから。呪いをかけた当日、リエは交通事故で死んだ。美少女で表向きは優等生のリエが突然亡くなり、教室の中は暗くなった。泣き出す生徒もいた。私はいじめから解放される喜びでそっとほくそ笑んだ。ところがその日の放課後、なぜか担任の先生からクラスを代表してリエの葬式に出席するように言われた。なぜ私が？と腹が立ったが、葬式に出て完全にリエとお別れするのも悪くない。私と一緒に同じクラスの木村という男子も行くことになった。リエの葬式で焼香をしていると親戚らしきおじさんの声が耳に入った。あんな可愛い子がな、世の中不公平だな。死んでもいいようなものもいるのに。そしてチラリと私を見たのが分かった。その瞬間、私の中の何かが切れた。私みたいな顔なら死んでもいいのか。こいつは私のことずっといじめてたんだよ。私がこいつを呪い殺してやったんだ。ざまあみろ。実際はもっとたくさん罵ったらしい。あまり記憶がない。それくらい頭に血が昇っていた。その場にいた先生や木村くんに取り押さえられ退散し、家に連れ戻された。私はそのまま部屋に引きこもったが、先生は母に今日あったことを告げ、先方が非常にお怒りだから謝罪するように求めた。ところが翌日学校に行くと状況が一変した。一緒に行った木村くんがクラス中にこの出来事を吹聴していた。さらに呪いのことまで強調して。事態を収拾するために学校主任が生徒を聴取し、呪いを恐れたのか、リエの束縛が消えたからなのかわからないが、女子たちは全部リエに言われてやったと認めたため、リエの家は逆に噂の的になった。結局リエの一家は引っ越すことを余儀なくされたが、私の家も呪いの噂が広がり同様に引っ越しせざるを得なくなった。だが事態を把握した私の両親が転校するのを機に、顔のあざを限りなく薄くする治療ができる病院を調べてくれた。新しい環境で私は生まれ変われるかもしれない。ただ一つだけ気がかりなのは、あの呪詛の本にあった注意書き。呪いをかけたものは必ず呪い返される。でもあの呪いをかけた日から私の人生は順風満帆そのものだ。ゾクッとして振り返った。聞き覚えのある笑い声がしたからだ。なんとなくリエの声に似てたけど、まさかね。